こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日はストレッチフローヨガというテーマで皆さんと一緒にヨガの練習を行っていきたいと思います。今回の動画の内容としてはストレッチ要素の多いポーズたくさん、内容に入れています。ポーズの完成形にとらわれなくて大丈夫です。大切なのはストレッチを行うことで出てくる気持ちよさだったりとか、あとは呼吸の深まりですね。そういった感覚を優先して動いてもらえればいいと思います。この気持ちいいなっていう感覚、心地いいなっていう感覚は、体と心にとってもいい影響を与えますし、あとはやっぱりストレッチ系のヨガのポーズですね。このポーズの心地よさによってヨガを、好きになってもらえたら嬉しいなと思っています。途中難しいポーズもあるかもしれませんが、ポーズの形よりも呼吸を最優先して、気持ちいいなって思える範囲で動いてみてください。では一緒に始めていきましょう。それでは最初に、股関節周りや足ですね、しっかりとほぐしていきたいと思います。マットの前に足を伸ばして長座になっていきましょう。そして右膝を曲げたら左太ももの上に右足を乗せていきます。左手と右足の指で握手、足の指も全部広げてあげましょう。右手すねに添えたら前回し後ろ回し、ぐるぐるぐるっと右足首をほぐしていきましょう。ゆったりでいいです。あんまり、力は入れすぎなくていいので、足首の可動域を大きくゆったりと回してみてください。ではストップしたら次にお尻のストレッチをかけていきます。両手腰の後ろです。そして左膝90度ぐらいに立てたら、右足の外くるぶしがこの左膝の上にあるポジションで行っていきましょう。両手腰の後ろです。腰が丸まってると効果が半減しちゃうので、骨盤からぐーっとしっかりと背骨を起こしましょう。で肩を回し下げるようにしてあげます。顎を軽く引いて目線と胸の中心も斜め上の方に向けてみてください。では呼吸をストレッチの効いている右のお尻に送ります。まず吸って背骨を伸ばして、吐いて右膝1ミリずつ前に押し出していきましょう。この時に右のお尻結構きつめのストレッチがかかるので、痛くない程度で大丈夫です。呼吸を右のお尻たっぷり送ってみましょう。もう一つ吸って背骨を伸ばして、吐いて右膝もう一つ前に押し出していったら、ここから左手で右足首をキャッチし、右足首を左鼠径部の下の方まで下ろしていきます。そーっと左のすねをマットに下ろしていったら、両手で右のすねをすくい上げていきましょう。ゆりかごストレッチです。左右にこの右のすねをゆらゆらと揺さぶってあげましょう。でこの動きは、さらにこの右の股関節の広がりを促していくようなストレッチポーズになります。右のお尻、右の股関節に呼吸を送りながら優しく揺らしてみてください。背骨をしっかりと伸ばしてあげましょう。ゆっくりと右足のすねをゆらゆらーと揺さぶっていって、右の股関節広がりやすく、準備していきます。ではストップしたら、そーっと右足のかかとをマットに下ろしていきましょう。そして両手で右足の裏、指を絡めてキャッチしていきます。脇を締めて顎を引きます。次の吸う呼吸、背骨をスッと伸ばし、右足のかかとを浮かせてみてください。で吐いてゆっくり右の膝いけるところまで伸ばしてみましょう。脇の下締める、顎を軽く引いていく。そして、右足のかかとをぐーっと突き出すと、もも裏オーバーストレッチかかっちゃうので、この母子球ですね、親指の付け根を斜め上に押し出すようにしてみてください。今度は呼吸を右太ももの裏側、ふくらはぎに送ってあげましょう。もう一つ吸って、で吐いてゆっくり右膝を曲げて、右かかとマットに下ろしていったら足をチェンジします。もう一度長座に戻っていきましょう。そして今度は左足です。左膝を曲げたら右太ももの上に左足を乗せます。右手と左足の指で握手、足指全部広げたら左手すねに添えます。前回し後ろ回し、ぐるぐるぐるっと足首そして足の指をほぐしていきましょう。ゆっくりでいいです。足首の可動域少しずつ広げていきましょう。
ではストップしたらお尻のストレッチをかけます。両手腰の後ろに置いて右膝90度ぐらいに立てます。左足の外くるぶしが右膝の上にあるようにしましょう。肩を回し下げて尾底骨から頭頂まで一直線、肩と耳を離し気持ちね胸を引っ張り上げておいてください。呼吸しましょう。吸って背骨伸ばして両手マットプッシュです。吐いてこの左膝を1ミリずつ前の方に押し出しますが、お尻はずれないようにしてください。この膝だけコントロールしてこの左のお尻ねストレッチをかけていきます。呼吸も左のお尻に送ってあげましょう。お尻の筋肉はね股関節にがっつりくっついてる結構大きい筋肉です。最初にねストレッチかけて足もね動かしやすくするよう準備していきます。では吸って背骨グッと伸ばして吐いて左膝もう1ミリ前に押し出してみたら、ここで右手で左足首を捉えていきます。そしてこの左足のかかとを右足の鼠径部の方まで下ろしてからゆっくり右のすねをマットに下ろしましょう。両手で左のすねをキャッチしていきます。ゆりかごストレッチで背骨グーッと伸ばしてから左右にゆらゆら左のすねを揺さぶってあげてください。で左の股関節お尻ですねさらに広げやすく動かしていきますが、痛くない程度です。そして優しくね揺らしてあげて今の自分の体どんな感じがするのか、体の内側にも意識を向けながらねゆっくりと動かしてみてください。ではストップしたらそーっと左足のかかとマットに下ろしていきます。両手指を絡めて左足の裏をキャッチしていきましょう。吸って背骨を伸ばしていきます。かかと少し浮かせて吐く呼吸でゆっくり左膝を伸ばしていきます。左足の母子球を空の方に向けるように、そして背骨もまっすぐ伸ばしますが、どうしてもきつかったら左膝軽く曲げてもいいですよ。脇の下締める、顎を引く、肩耳を離すようにしてみます。もう一つ吸って呼吸をこの左もも裏ふくらはぎに送ります。吐いてゆっくり脇の下締めて首も長くしましょう。もう一つ吸って吐いてゆっくり左膝曲げます。左の足のかかともマットに下ろしていきましょう。ではここからあぐら座姿勢になっていきましょう。今度はね上半身集中的にほぐしていきます。お尻のお肉広げてあげて骨盤どっしり大事です。肩や胸の力は抜いて、そして頭頂スーッと空高く引き上げましょう。背骨の関節一つ一つスペースを広げるように体の中に空間スペースを作ってあげてください。ではここから両手胸の前で指を絡めていたら手首をほぐします。右回し左回しぐるぐるぐるっと手首もねほぐしておあげましょう。さっきね足首もほぐしていきましたが手もね、床についていくポーズいくつか出てきますのでしっかりとほぐしておきます。はい、では手をストップさせたら背骨しっかり動かしましょう。手のひらを返します。次の吸う呼吸で上にぐーっと伸び上がります。胸目線空に開放して吐いて背中丸めましょう。手のひら胸の方向ける、肘軽く曲げましょう。胸の前で大きなボール抱えるように繰り返します。吸って手を返して上に上にぐーっと胸を開いて吐いて背中丸めましょう。手のひら胸の方に向けてラスト、吸って手を返して上にぐーっと伸びをして吐いて背中丸めます。手のひら胸の方に向けて、で次吸う呼吸で手のひら返して上にぐーっと伸びたらそっと手を離していきましょう。そして左手で右手首をキャッチしていきます。吸ってうーんと伸びしたら吐いてゆっくり左側に側屈入れましょう。肩力抜いて吸って目線横から上、吐いて右のお尻ぎゅーっと床をして右のあばら骨一つ一つの間や右のウエストに呼吸を送りましょう。もう一つ吸って、で吐呼吸でこの右手を左斜め前の方に押し出します。背中丸めていいので右の腰から右肩甲骨の下あたり気持ちよく伸びているのを感じてみてください。もう一つ吸って吐きます。では次吸う呼吸でまっすぐ真上に戻っていったら手を変えます。今度は右手で左手首をつかみましょう。吸って上にぐーっと伸びていったら吐いてまず右に側屈です。左あばらウエスト広げて吸って目線横から上、吐いて肩力抜いていきましょう。左のお尻ぎゅーっと床をして左あばらウエストに呼吸を広げましょう。もう一つ吸って
吐く吸でこの左手を右斜め前に押し出します。少し背中丸めて肩力抜きましょう。この右手で左手首ぐーっと前に引っ張ってストレッチをかけることで左の肩甲骨の下あたりから左の腰の伸びを感じます。もう一つ吸って吐きます。では次吸う呼吸、ゆっくり真ん中に起き上がっていったら吐いて両手ほどきましょう。両手背中で指を絡めていきます。吸って肩甲骨寄せて胸目線空、吐いて顎軽く引いて肩耳離しましょう。胸で吸って胸で吐く。はぁ、ゆっくり顔正面向きに戻したら手をほどきましょう。そして両膝を閉じてマットの真ん中に四つん這いになっていきます。肩の真下に手首、腰の真下に膝、そしてつま先立ちの四つん這いを作っていったらここからチャイルドポーズです。次の8呼吸、お尻をかかとの方に下ろしていきます。そして両手前に滑らせましょう。おでこマット、肘はスーッと伸ばしてみてください。そして手のひら大きなパーに広げましょう。人差し指正面、肩がすくまないように脇の下でぎゅーっとマット押し込んで肩甲骨、そして肩周りにスペースを作りましょう。吸ってゆっくり腰を後ろに引っ張っていく。で吐いてお尻をかかとの方に下ろしていって背中長く広くストレッチをかけていきましょう。ではもう一つ吸って吐きます。ではここから背骨をさらにね深く動かしていきましょう。次の吸う呼吸、丸い背中で四つん這いまで起き上がりましょう。吐いて身を乗り出す、ゆっくり腹ばい、脇締めてドスンと落ちないようにスローモーションです。足の甲寝かせて吸ってコブラ、顎引きます。かかと向かわせましょう。肘後ろ、吐いてつま先立ちチャイルドポーズに戻っていきます。あと2回繰り返しましょう。吸って丸い背中で四つん這い、滑らかに動いて吐いて身を乗り出す、ゆっくり腹ばい、脇締めてスローモーション。足の甲寝かせて吸ってコブラ、顎引きます。肘後ろ、かかと向かわせて吐いてチャイルドポーズ、つま先立ちです。ラスト、吸って丸い背中で四つん這い、ゆっくり動いて吐いて身を乗り出す、ゆっくり腹ばい、ドスンと落ちないでスローモーション。足の甲を寝かせて吸ってコブラ、背筋使って天に頼らない。吐いてチャイルドポーズ、つま先立ちに戻りましょう。では次の丸い背中で四つん這いに起き上がっていったらここからね、体のサイド広げていこうと思います。左膝だけ伸ばしてつま先ちょんと床に置いておきましょう。そして右膝90度外に回します。左足土踏まずをマットに向けたら次吸う呼吸、左手横から持ち上げます。胸目線空、吐いて頭の向こう側手のひらを下向きにして体を伸ばしていきましょう。吸って目線横から上、吐いて軽くお尻締めます。体の左側に虹のアーチを作って肩すくめないようにしましょう。もう一つ吸って、吐く呼吸で左手マット、左膝もマット、右膝も元のポジションに戻していったら反対側いきます。今度は右膝を伸ばしてつま先をちょっと床に置いておきましょう。左膝90度に外に回し右足土踏まずがマットです。吸って右手横から持ち上げましょう。目線空、吐いて右手頭の向こう側手のひら下向き肩力抜いて吸って胸目線空に開きましょう。吐いて軽くお尻締める、肩スペース作って体の右側虹のアーチを作ります。もう一つ吸って、で吐く呼吸で右手マット、右膝マット、左足も元のポジションに戻していきましょう。では両手しっかりね肩幅人差し指正面作っていったらここから吸ってお尻を持ち上げて吐いてお尻斜め後ろに引っ張り上げてダウンドッグに入っていきます。足踏みしていきましょう。膝足首柔らかく動かしていきます。ペダルを漕ぐように片足ずつかかとマットに押し込んでいきましょう。では足をストップしたらつま先立ちに入っていきます。人差し指と腰の引っ張り合いっこ、二の腕で向かわせて肩すくめないように肋骨背骨の方にキュッと引き込んだまま次の吸う呼吸で右足アップ、そして右膝を曲げていきましょう。吸う呼吸で右の股関節空に向けるようにしてあげます。でお腹から吐きましょう。両方の肩の高さ揃えて、では吸ってもう一つね右の鼠径部開いて吐いて右膝を胸の中心ぐーっと引き寄せながら両手の間に右足をよいしょ下ろしていきます。で左膝マットに下ろして左足の甲は寝かせちゃいましょう。右足がね途中で止まっちゃった方は手で前の方に持ってきてください。
両手指先立てます。ポジション確認しましょう。右膝の下に右足首を置いていきます。左膝骨盤よりちょっと後ろ、後ろ足のかかとはしっかりとね空向きをキープしてみてください。お尻のほっぺたキュッと締めて、あまりね骨盤を下に落としすぎないように、股関節に負担かけないようにしましょう。では、脇の下締める、顎を軽く引く、少し背筋も意識しながら、次吸う呼吸で上半身を起こしてみてください。顎を引きます。吸って頭頂上に引き上げ、吐いて肩リラックス、この背骨の延長線上、吸って両腕万歳、手のひら向かわせて目線空、吐いて一度肩力抜きましょう。吸ってもう一つ背骨を伸ばしたら、吐いてツイストいきます。左手が前、右手が後ろです。胸を右の壁の方に開いていきましょう。吸って胸をさらに広げて、で次の半呼吸でゆっくり左手アップです。右手太ももの裏側触れたら、吸ってさらに左手上に引っ張り上げて、吐いてもう少し骨盤下の方に下ろせそうでしょうか。体の左側の伸びを感じて、そして体の前にも呼吸を送ってあげましょう。もう一つ吸って、半呼吸で左手マット、右手マット、両手肩幅に置いていったら、左足つま先立ちに戻していきます。吸って左膝伸ばして、吐いて右足後ろダウンドッグ、足踏みしていきましょう。ふう、呼吸を整えて、股関節背骨もニュートラルに戻していきます。では足をストップしたらつま先立ちです。お尻斜め後ろ上の方に引っ張り上げて、脇の下締めます。肋骨をしまい込んで、自分の手首と腰の引っ張り合いっこです。背骨の延長線上を吸って左足アップ、で吐いて左膝をすぐ曲げて、左足の鼠径部をゆっくり空の方に開きますが、右の肩が落っこちすぎないように、できるだけ両方の肩の高さ揃えてみてください。もう一つ吸って左鼠径部開いて、吐いて左膝胸の中心に引き寄せながら、両手の間によいしょ、左足を下ろしましょう。まず右膝マットに下ろし、右足の甲を寝かせます。両手カップハンズにしたら、左足ね途中で止まっちゃった方、手でよいしょと前に持ってきてあげましょう。もう一度ポジション確かめていきます。左腰の下に左膝置いて、そして脇の下締める、顎を軽く引く、背筋も少しねパワフルに使っていきましょう。お尻のほっぺたキュッと締めて、内もも同士向かわせるように、足ね力抜かないようにしていきましょう。では吸う呼吸、ゆっくり背骨を起こして、両手左膝の上です。顎を引いて重力に負けないように、背骨を長く伸ばしたら、この背骨の延長線上、吸って両手万歳、手のひら向かわせて目線皿、吐いて肩力抜きましょう。もう一つ吸って、胸みぞち開いたら、吐いてツイストです。右手が前、左手後ろ、吸って両手左右に広げて、目線は左壁の方に向けます。で次の半呼吸で右手空高く持ち上げてみましょう。この左手で右もも裏触れそうですか。吸って右手もう一つ上に引っ張り上げ、吐いてここで少し骨盤を下の方に押し下げてみましょう。体の右側、そして体の前側も広がります。もう一つ吸って、半呼吸で右手のひらマット、左手のひらマット、両手肩幅を置いていったらつま先立ちにしていきます。吸って右膝を伸ばしたら、吐いて次プランクポーズです。左足後ろ、頭頂かかと一直線、足腰幅です。肩の真下に手首を置いたら、胸やお尻が落ちないようにぐーっと肩甲骨の間開きます。吸って顎を引いて、背筋強く使って、で吐いてつま先で体を前に乗り出すようにします。脇締めながらゆっくり腹ばい、スローモーションで体を下ろしましょう。足の甲を寝かせて、吸ってコブラ、顎を軽く引きます。目線マット、吐いて肘後ろ、かかと向かわせていきましょう。手で体を押し上げるのではなくて、背筋を保ってあげて、で軽くね、お尻締めておきましょう。もう一つ吸って、吐いてゆっくり頭を下ろしていったら、吸って両手マットプッシュ、吐いてチャイルドポーズでお休みです。お尻かかとの上、おでこマット、肘軽く曲げましょう。肩首力抜いて、背中から吸って、口からため息、口を閉じて、体と呼吸が落ち着くまでね、少しチャイルドポーズでゆっくり呼吸を続けてみてください。では呼吸が落ち着いたら、手のひら顔の横、吸う呼吸両手マットプッシュして起き上がってきてください。
はい、では、後半のポーズになります。蛇の印アサナですね。片膝曲げた前屈のポーズに入っていきましょう。もう一度最初のように長座になって座っていきます。そして左膝を立てたら横に倒しておきましょう。左足の裏を右の内ももにねくっつけておいてください。右足は自分に対して正面です。足首90度、土踏まずしっかり正面に向けますが、つま先はあまり緊張しないようにしてみてくださいね。お尻のお肉広げてあげて、骨盤どっしり大地に根を張り、そして顎を軽く引きます。頭頂空、尾低骨大地、体の後ろ側を長く伸ばしていったら、両手のひらを右太ももの上に置いていきます。顎を軽く引いて吸って、頭頂上、そして骨盤と肋骨を引き離すようにウエスト、腰も伸ばしましょう。で吐いて、このままおへそを右膝の方に少し近づけます。で少し前にスライドして、吸って腰、ウエストの伸びを作っていきましょう。で吐いて、おへそがもう1ミリずつ右膝の方に近づいていきます。肘軽く曲げていきましょう。そして頭を落とすことよりも腰やウエストが伸びていることを優先してあげて、呼吸を体の後ろ側だったり右もも裏に送ってあげましょう。でどうしてもね前屈きつければ右膝軽く曲げても構いません。もも裏ね、オーバーストレッチかからないように、痛いところがないようにポーズを調整してみてください。もう一つ吸って、腰が伸びます。で吐いて、おへそが右膝の方に近づいていく。肘肩楽にしてあげましょう。もう一つ吸って、吐きます。さあ次、吸う呼吸でゆっくり上半身起こして、で吐いて手をほどいたら左膝立ってて前に伸ばし、足をチェンジします。右膝立てて、今度は右膝を横に倒していきましょう。右足の裏を左内ももにくっつけておきます。左足は正面です。足首90度、土踏まずしっかり正面向けて、つま先の緊張はほどいておいてください。では両手左太ももの上に置いたら顎を軽く引きます。では吸って、顎を引いて骨盤から肋骨引き離すようにぐーっとウエスト、腰伸ばしましょう。吐いて、おへそを少しずつ左膝の方に近づけます。で少し前にスライドして、吸って、腰ウエストの伸びを最優先。で吐いて、おへそがもう1ミリ左膝の方に近づきます。どうしてもきつければ左膝軽く曲げていいので、おへそや腰の伸びを最優先してみてください。吸って、腰が伸びていく。吐いて、頭ではなくておへそが左膝の方に近づいていきます。肘肩楽にしてあげましょう。自分の体と戦わないようにします。今の自分の体がどんな感じなのか、しっかり内側へと意識を向けていきましょう。安定感のあるポーズなので目を閉じても構いません。自分の体の中、今どこに伸びを感じているか、どこに呼吸が広がっているかを味わってみてください。最後吸って、腰ウエストが伸びます。吐いて、頭も力抜いていきましょう。次、吸う呼吸でゆっくり上半身起こして、手もほどいていったら右膝立てて長座に戻りましょう。そして両膝を立てたら最後、セツバンダーサナ、仰向けです。そして体の前広げていきましょう。膝を立てた仰向け姿勢に入っていきます。では足のポジションから見ていきましょう。膝の下にかかとが来るように、遠すぎず近すぎずです。かかとは腰幅、つま先は正面向き、そして膝が腰幅より広がらないように気持ち内もも締めておきましょう。手のひらマット向きです。腕ぴったり体の横につけていったら顎を軽く引いて、そして両方の手の指先、かかとの方に押し下げましょう。長い腕、長い首を作っていったら、かかとと親指の付け根、母指球を踏んでいきます。では呼吸に合わせてお尻3回持ち上げますよ。まず吸って、胸を少し広げます。で吐いて、腹筋入れながらお尻アップ、膝が広がらないように注意して、吸ってお尻ダウン、吐いてアップ、腹筋入れながらできるだけ体の前持ち上げていきます。吸ってお尻下ろして、吐いてアップ、ぐーっとお尻持ち上げていきましょう。膝広がらないように、吸ってゆっくりお尻を下ろしたら、吐いて膝胸に引き寄せてあげてください。両手膝抱えたら左右コロコロ腰優しくマッサージしてあげましょう。
では真ん中でストップしたら手を離して膝オープン、足裏合わせてバッタコナーサナです。両手つま先捉えてあげて、そして上半身はね、大地の方に安定させます。顎を軽く引いて、後頭部から背骨、そして両方の腰、肩も大地に下ろしてあげましょう。鼻から吸って、深く吐く、ゆっくり呼吸を続けながら、上半身の安定感と、そして股関節にも呼吸を送って、肘や肩、胸の力は抜いてあげましょう。もう一つ吸って、吐きます。ではゆっくり手をほどいたら膝を閉じます。もう一度両手、膝を抱えて、左右コロコロ腰をほぐしてあげましょう。では真ん中でストップしたら、最後シャバーサナです。休息と回復の時間とっていきましょう。足はマットの幅まで広げます。手は体から少し離して、手のひら空向き、肩首、頭の力を抜いたら優しく目を閉じましょう。一度鼻から吸って、口からため息、口を閉じて、優しく穏やかな呼吸を体の内側で感じてみましょう。吸うたびに体の内側が広がっていく。吐いて全身が緩みます。体の中の呼吸の広がりを気持ちよく感じていきましょう。そして呼吸のたびに体の中が穏やかさ、優しさを回復していくと感じてみてください。このままもう少し休息の時間をとっていきます。ではあと一つ呼吸を行います。全部吐き切れたら一度伸びをしましょう。ゆっくり足を閉じて、そして両手頭の上で手を組んでいきます。吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝を立てたら横にコトーンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所を探しましょう。では呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら、頭最後になるように横からゆっくり起き上がってきてください。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。心地よいストレッチ、そして呼吸の深まりをね、感じることができていたら嬉しいなと思います。途中もしかしたらね、少し難しいポーズもあったかと思いますが、また体調いい時に継続的にね、回数を重ねて練習することで、だんだんねストレッチの深まりも味わえるようになると思います。またぜひね、この動画練習してみてください。では今日の、動画ここまでにしていきましょう。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。